どうも、陶芸家の青木亮です。今日はね、友達のキャッツ。はい、キャッツです。まあ、よくストーリーズでも出てくるけど、テニス一緒にやってる友達で後輩なんだけど、後輩であり変態なんだよな、これ。ちょっと今日変態話を、チーカマでポンっていうのチーカマでポン僕ちょっとよく行くですね、まあ、フリーダムな風俗のお店なんですけど。風俗、はい、それ何をする、知らない視聴者も多くは。ですね、そうですね、まあまあ、エッチなことするお店なんですけど、エッチはそのお店によりまして、もう多種多様なジャンルにあふれてまして、営業で言えばドキュメント盛り上がっちゃってんじゃないですか。そこのチーカマでポンっていうのは一体何が。チーカマでポンはですね、男なら皆さんですね、ケツにですね、食べ物を入れてそれをぶっかけてもらうっていうのが好きだと思うんですけれども、まあ、一般の方だったらまあやっぱりウィダインゼリーかなと思うんですけれどもそうですね、まあここはまあ一般の方だとまあ入れやすいウィダインゼリーぐらいかな。まあ、キャッツぐらいの上級者になるとちょっと違うと、はいはい、僕はやっぱそこはチーカマかなと思いまして、あれおつまみのこうピーってされてる。そうです、そうです、あれは何、どうするの。あれをですね、まあアナルに入れてですね、それをうんこが出てくるところに見立てて出してもらうと。どこに、どういうシチュエーションだろう。ちょっと待って、全然わかんない、話が飛びすぎた。どういう話ってそれなの。ちょっとお尻にチーカマ入れてもいいかっていう話になりまして、で結構チーカマってなかなか、まあ、出てきにくいもんですから。お尻から。そうなんです、ちょっと難易度高いんですけれども。入れるのは簡単なんだ。そうですね、入れるのは人も選ぶんですけども、それちょっと、まあ、相手はない、四つん這いなの。それはですね、四つん這い、最初は四つん這いだったんですけども。最初で、チーカマ入れました、はい、彼女のお尻に、はい、それでどうなるの。それで、全部入れるの。初めてやった時はですね、うん、僕も勝手が分からなかったもんですから今思えば途中で止めておけばよかったんですけども全部インしまして、インしたら、うん、出てこないんですよね。大丈夫それ。よくニュースになってましたもんね、うなぎが出てこなくなったとかで病院行って怒られちゃうパターンあるんだ。それあ、やばい、それになっちゃうなと思ってポジションをちょ本気のスタイルに変えて、本気言うの、本気はまあ、ウンチングスタイルみたいな、実際洗面器を置いてやめて、とりあえず出そう出そうってなって、はい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 、出さないやばいってなって、うん、でしばらくちょっと向こうも本気で、もう本気出すっていう。そしたら、そしたらチーカマが思いっきりバーンって言って洗面器の中にクド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 って5回転回したんです。うーはー、めっちゃ勢いあるやんって思ってたのと違うけどそれは嬉しい瞬間だろ、ね、まあ達成感はありますよね。楽しみました。それがチーカマでポン。はい、今日はキャッツさんのスペシャル講義、チーカマでポンでした。いやー、滑るわ滑る。いやいやいや